お天気予報の使い方ということでですね、えー、前回に続きまして今度は実際にそのいろんな天気予報の使い方を具体的に紹介していきたいと思います。前回ののおさらいいですすろんな種類の天気予報がありますねということでですね紹介しました、まあ、上の方から「短期予報週間予報」この辺がですねテレビの天気予報でおなじみですよと言いました。 その他にも降水短時間予報とか、えー、降水ナウキャストといったようなもっと短いね短期,短期予報なんかよりも全然短い予報とかがあるんですよという紹介はしました。でね,、えー、ねテレビの天気予報でこんなフレーズに「ご用心」っていうのを言いましたけれどもそのフレーズを聞いたときにその後天気予報をじゃあ気象庁のホームページに行きました。どううやって見るのかなっていうこといこです でまずですね、この短期予報っていわれる、いわゆる今日明日明後日までの天気予報について、えー、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。今日明日明後日の天気予報、ちょっとこれね、あの実際に気象庁のホームページを見てみます。そうすると、この一番トップページにですね、この上、天気予報っていうタブがあります。見ると、全国のね、天気予報、パッと見れますけれども。 じゃあ例として東京の天気予報を見てみましょう。そうするとこう東京都の天気予報というのをね見ていくと今日明日明後日というふうになってます。でこれえっと今の時間ですと11時発表のね、えー、天気予報ということで出てますけれどもこんなふうにですね今日 明あさってがどういうふうな天気かってね晴れとか、えー、北の風のち南の風、えー、やや強く晴れ時々曇りとかって書いてありますよね時々って何かなとかあとこのね降水確率っていうのがねなんかこう時間帯4つに分けて24時間を4つに分けて降水確率がこんな出てるんですよね。あととは明明日日日の朝ののの朝最最低気温明日の日中の最高気温温中高かってていう,ふうに出てます こんな風に、えー、天気予報出てますよね。これが短期予報です。で、まあこれいいんですよ。この中身をね、あのー、見ていただくのはいいんですけれども、もっとね、こう見ていただきたいのが実はあってこの下の方にですね、お天気概況っていうのがあるんですね。例えば関東甲信地方だったらこんな風な形でですね、文章で先ほどの天気予報をですね。 あの記号で出てた天気予報をですね。もう少し詳しく文章に書いてあるんですね。で、そうすると明日ね、明日あの確か天気予報でうん晴れ時々曇りとかっつってるんですよね。東京地方もうおよそ雨のね雰囲気なんか見せてないじゃないですか。ところがですね、関東甲信地方明日は概ね高気圧圏内ですが。 なんかどうやら気圧のためなんか変な不穏なこと書いてあるんですよそれで関東甲信地方はおおむね晴れますが日中を中心に雲が広がる時間がある見込みです夜は山沿いで雨や雪の降るところがあるでしょうってね新しい情報ですよねどこにも出てなかったのにってちょっと思うわけですよでじゃあ山沿いってどこかなとかそういうのをもう少しねあの詳しく見れるうん警戒できるというかね注意できるということでこの下のですね 外境文っていうのも、あのちょっと読んでいただくといいかなと思います。まあ、東京は明日夜遅く、夜遅くは曇る見込みですって書いてありますけど。あとはこういう言葉ですよね。夜遅くってね。遅くってなんだ。 いうこともあると思うんですね。で、実はこういうね日中の最高気温とか夜遅くとかこういう言葉遣いなんですけれども、これざっくり別に言ってるわけじゃないんですね。適当な時間帯で言ってるわけじゃないんですね。で、それには実は決められている言葉の決まりっていうのがあります。例えば、えー、気温の場合ですね。これと天気予報の発表時刻5時と朝5時と11時17時と あるんですけれどもその時の天気予報で今日日中と明日の日中と明日朝の最低気温というふうに出てるんですで、今日日中っていうまあ今日日中も明日日中もそうなんですけれども日中って言ったらですね朝9時から18時の間を言うんですね24時間ぐるーってやってる最高気温と最低気温言ってるわけじゃないんですこうやって時間をこう区切って言ってるんですね で最低気温はっていうと明日朝の最低気温って言ったら明日0時から9時まで0時から9時までの時間帯の最低気温っていうのを出してますよって言ってるんですなんかそんなのうんうん当たり前じゃんっていう気がしないでもないですけれども実際気温っていうのはですねこの黒い線黒い線見ていただくと12時昼過ぎぐらいにね最高気温が出てそのまま夜下がってって朝早朝ですね5時とか6時とか。 冬だったら7時とかそれぐらいの時間帯に最低気温が出るっていうのがまあいわゆる一般的な気温の変化の形なんですけれどもいつもそそうかっって言ったらそんなことないんですよねこの赤い線を見ていただくと分かるようにですね日中にかけてすごい気温下がって夜にかけてどんどん気温が上がっていくってことだってあるわけです。そうすると こうやって時間を区切って表記しないといつ最高気温どんな最高気温が出てどんな最低気温が出るか分かんないということなんですねですからまあここに書きましたが最高気温が日中最低気温が早朝に出るとは限らないってことです本物のね一日中の最高気温と最低気温がこういう時間帯に常に出るとは限りませんですからこういうね、便利な 時系列予報っていうのがあります時系列予報って何かっていうと先ほどの天気予報のところでで見れるんですね天気予報のところ行くと上にタブのところに地域時系列予報へってて書いてありますここ行ってみましょう。ここに行くと3時間ごとの天気卓越天気ですね3時間ごとどんな天気ですかっていうことと風と下にこれ気温のね変化がこう線で表されてるんですね。 これによって1日ののの気温の変化いいううが大体わかるようになっていますですからこういうねところもぜひ見ていただきたいなというふうに思うわけですね。はい、でさらに先ほど言いました「夜遅くってなんだ」とかね、うん「明け方ってなんだ」ってこれ適当に言ってるわけじゃないんですね。ちゃんとこうやって時間ごとに区切って言葉が決められてます。 えー、例えば、えー、天気予報でですね昼前から昼過ぎ曇りって書いてあったら昼前9時から12時です昼過ぎは12時から15時って書いてありますですからこの時間帯に雲が多くなるよと予想されていますという予報なんです。昼昼前から昼過ぎをなんとなく、ね、あの12時前後って言ってて言るわけじゃないんです。というふうに言っています。 こういうのもですね、えーまあ、ここで今、紹介してありますけれども、気象庁のホームページにはですね、用語の説明としてちゃんと載っていますので、それをね、チェックしていただくのもいいかもしれませんね。まあ、正しく天気予報を見るたためにとととということです。あとはさっっき言ったあの1時時かね、時々 一時雨とか時々雨とかってね何が違うのかっていうことなんですよね。あのこっちで生活してる人の感覚で言えば一時も時々も一緒だろうみたいな時もありますっていうのはこういうことが決まってるところが決まってる言葉で説明しますと一時雨っていう場合は現象が連続的に起こりその現象の発現期間が予報時間の4分の1未満の時と。 まあ要するに予報,時間が長ければ予報時間の4分の1だから短いい時間っていう意味ではありますで。連続的に起こりとか断続的に起こりっていうのにも実は言葉にね意味があるんですけれどもおおむね連続的っていうのは切れ間がほとんどない1時間未満の切れ間で降ったりやんだり <laughs> 雨が降ったりやんだりしてるような状況。 それが予報時間、例えば予報時間が明日の予報っていって24時間対象にしてるんだったらそのうちの <laughs> ごめんなさいそのうちの4分の1二万ですから、えー、と6時間よりも少ない5時間の間は降ったりやんだりしてるよっていう時は1時雨っていうふうに言います。 でそれ以上長く降ったり止んだりしてるしかも病み間は結構あると止み間は1時間ぐらい断続的っていうのは減少の切れ間がおよそ1時間以上ってありますけれども1時間以上の病み間はあるけれども予報時間の2分の1例えば予報期間が24時間ある明日の予報ですって言った場合の12時間以上 <coughs> あごめんなさい2分の1未満だから12時間。 も短いけれどもその12時間未満の間ずっと降ったりやんだりしてるという場合は時々雨というふうに言うんですね。であと、まあ、後っていうのはね後はな大体分かると思うんですけれどもその予報期間内であの前半と後半、まあ、晴,れ晴れてたんだけどだんだん曇りとか曇ってたんだけど夜から雨になるとか。 現象がね前半と後半で異なる場合そういう変化を示す場合には後っていうのを使いますこういうふうに用語が決められてるんですねで、これが短期予報です <laughs> あ、もう一個短期予報見なきゃいけないになりましたね降水確率ですよね降水確率っていうのは予報対象時間内に1ミリ以上の降水上降水がある確率です で、短期予報の場合は、さっきも見ましたけれども、こんなふうにですね。一日を二十、と、四個。に区切って、だから、六時間ごとですね。の。こう降水確率が出てます。これ時間帯です。だから。零、六時から十二時までは20、二十パーセント、十二時から十八時までは60。六十パーセントっていう意味です。でね、この降水確率なんですけど。 こここのこととはは聞いたことはあるかもしれません1ミリ以上の降水がある確率っていうのは聞いたことあるかもしれないんですけれどもどうしてもですねこのように 60%70% って降水の確率が数字上確率が高くなってくるとですねなんか20%よりもたくさん降るとか20%よりもいっぱいなんか連続的にずっと降ってるとか。 あと20%よりも、ね、60%70% の方が広い範囲で降るとかそういうイメージがいっぱい降るみたいなイメージがあるんですけれどもそれ関係ありませんので降水確率っていうのは降水の強さとか量あと降水の続く時間降水面積を予報するものではありませんであくまでも上の予報対象時間内に1ミリ以上の降水がある確率です。 だから変な話ね20%だろうが60%だろうが1ミリ降ったらもうあのあこう当たったっていう意味ですよ。1ミリ降ればはい当たったっていう意味ですよ。1ミリ以上ですからね。同じあの別に量を表してたり強さを表してるもんじゃないということをうんと知ってると思いますけど、まあ、あの忘れないようにね覚えておいてください。で じゃ、続いて週間予報を見ていきますけれども、週間予報もですね。だいあの短期予報と同じようなね。要素が書かれてはいます。それをこうね。1週間つらつらつらと書いてありますよね。晴れ時々曇りとか曇り時々晴れとかいろいろ書いてあります。で、降水確率は一番初めの枠だけね。あの当日だけ4つにこう分かれてるんですよ10。100010ってさっき4つに1日4つに分けてました。けれども。 で翌日はね一個になっちゃってますね。これはあの短期予報で見ればいいんです。短期予報で見れば四つに分かれてますんでね。で問題はその三日目以降なんですよ。三日目以降は降水確率は一日で区切っちゃってます。だから二十四時間で一ミリ以上の雨が降る確率ってことになっています。あとその下ですよね。これ、えー、なんていうんですか信頼度信頼度って書いてあるんですね信頼度 信頼度ってて書いてありますこの信頼度って何かっていうとですねもうううそのままででですすねあの信頼できる予報かどうかどといこなんです具体的にはですね3日目以降の降水の有無ですね雨降るのか降らないのか雪降るのか降らないのかの予報について予報が的中しやすいのかとあと予報が変わりにくいのかっていうことを3段階で示したものです変わりにくさです。 あのー、言葉で言うとよく分かんないかもしれませんけれども例えばこれ東京地方だったら14日「A」って書いてありますこの「A」ってどういうことかっていうとですねもう翌日の予報並みに、あのー、当たるよ当たるよっていうかまあ的中するよとほとんど変わらないよっていうことですですから曇り時々晴れって言うんだったら曇り時々晴れなんですよ多分っていうことです。ところが大島の予報 あの伊豆諸島北部っていう方の予報を見ると、C、ってて書いてありますよねこの C っていうのはこの A に比べて予報が的中しやすすくないんですだから外れる可能性がありますよってことです。あと予報が変変わわりりにくさで言えば変わりやすいですよってことなんです。で降水がね今曇り時々晴れでね両方曇り時々晴れですよね。あるかないか分かんないですけどこっちは降水雨っていう予報に変わっちゃう可能性あるってことです。 ですからもしかしたら変わりやすいので明日の週間予報になったら次の週間予報になったらここに雨マークついちゃう可能性あるよっていうことなんですね。ということはこの週間予報では信頼度を見てですね C とかで A じゃない場合ね A じゃなくて B とか C だった場合でもこんなとこなんて割と3日先なのに B ってちょっとあんまり 予報変わり変わっちゃうかもしれないよってことになってますけれども、信頼度が良くないならですね、毎日週間予報をチェックする必要がありますよと、予報がこの後変わっちゃう可能性がありますよということなんですね。ですから週間予報はね、あの一週間先のこう天気見て、えー、この日の天気オッケーって言ってほったらかしにしとくんじゃなくてですね、こういう信頼度まで見て、信頼度がなんかちょっとよろしくないということであれば。 まあこまめにチェックしておくっていうのは一つ手かなというふうに思います。でいよいよ短期予報よりも短い、えー、話ですね降水短時間予報とか降水ナウキャストっていうやつですね。降水短時間予報は6時間先までです。 えー、ナウキャストっていうね降水ナウキャストとか竜巻発生角度ナウキャストとか雷ナウキャストってなんかいろいろ種類はあるんですけれどもまあここで紹介しとくのは降水にしときますすす雨雨ででね雨とか雪ですこれをですね6時間先までを1キロメッシュ1キロ格子に区切ってあの6時間先まで予報できるのと、まあ、同じ区切って時間 1>, 1, キロメッシュ1キロごとに区切って降水の強さを1時間先まで、えー、予報できる時時間先まで1時間先先ままでででで予報できるよっていうものなんですねこれね、あのー、こんな短い予報何も使えないよって思うかもしれませんけれどもこれ案外使えると使い方を、ね、分かればすごく使えるすごく便利な情報なんですね。で意外とまあ知らない方が多いということでご紹介したいと思います。 でまずその簡単にごく簡単にですね降水短時間予報が作られるまあ仕組みというんですかね、えー、元になるデータはどうなっているのかっていうところをちょっと紹介しておきます。これね雨出す地域気象観測システム雨出すっていうね聞いたことあると思いますけれどもこういうのはね日本全国にこ点でね細かくなってますけどこれて赤とか緑とかのポチになってこれ点観測所なんですけれども観測施設なんですけど。 こういう点でですね雨量計とかこう気温とか風とかうーまあ測ってるわけなんですねこう日本全国にうわーって点在してますこういうところで観測を実際に行っています。で一方こちらこちらですねレーダー観測レーダー気象観測 これ気象レーダーですね気象レーダーダでですね、えー、どういうとこにあのどれぐらいの強さの雨雲が分布してるのかなっていうのをあの一目で分かるようになってるんですね。で、えー、特徴としてはこちら点で実際の降水量を観測していますだから速記を置いてそれで降水量雨量とかをね実際に測ってるってことです。でこちらあのレーダーの方はですね面で 香水の強さの分布を観測してるんですね。違いは点か面かってことですね。こっちはの点がね、密集しているように見えますよね。密集しているように見えますけど、これ点の存在は17キロに1個ぐらいしかありません。17キロに1個ぐらいしかありません。一方こっちはですね。その隙間なんてないわけですよ。面でこう観測できるんで。なんですけれども。 こっちはねアメダスの方は実際に雨量を測ってるわけですから本物の雨量なんですねところがこっちは降水量を測ってるわけじゃなくてその雨粒から返ってくる電波電波の強さを測ってるだけなんですよだから実際の降水量じゃないんです実際の降水量を電波の強さで降水量に換算してるだけなんですねでそうするとこっちで雨量をそのまま鵜のみにすることはできないしこっちは 雨出すの観測つって1 7キロメッシュ17キロの、うん、格子で1個しかないっていう観測してないってことになるとですねちょっと困るのがあの例えば夏のゲリラ豪雨とかって言われるような局地的にすごく発達した雲で、えー、たくさん降っちゃう雨っていうのはですね小さいそんな割と規模としては大きくない雲なんですね。 規模として大きくなない雲なんですけれども結構雨を降らせているとでそういう雨がですね都市型の降水ってね速攻を氾濫させたりするわけなんですけれどもそれは1 7キロのメッシュの1 7キロに1個の観測点でもし捉えられなかったら降水量が変なにすごい降ってるのにもかかわらず数ミリとして,とし,てしかカウントできないんですね。だ見逃しちゃうそういうそい防災上すごく あのまあ危ないですよねもうあんまり役立たないんですよこっちだけだと。なのでそういう発達した雨雲をね逃さず面的にこう拾えるように、ね、してあるのがこのレーダー観測なんです。だからレーダー観測だったらこっちで雨量で観測できなかった雨量計で観測できなかった強い雨雲もこちらではあの逃さずチェックすることはできます。 ただ実際の雨量じゃないけどねっていう欠点があるんです。なのでこのアメダスの観測とレーダーの観測をですねまあいいとこ取りしたわけです。お互いの欠点を補完し合ってアメダスのいいとこっていうのは実際の降水量を測ってるよっていうところですしレーダーのいいところっていうのはもう全国網羅できますよ降水の強さを網羅できますよっていうところで レーダーで観測したこのね、面的な降水の強度の分布をですね、実際の降水量で補正したもの、そういうのを作ってるんですね。それがこれ、もうレーダーとあんま変わんないように見えますけど、これが、あの、解析雨量って言います。 えー、解析雨量っていうのは今言った通りレーダーで観測された降水の強さですねと地上の雨量計の観測を組み合わせて実際の雨量ですを組み合わせて1キロメッシュで観測された降水量の分布とですから、あのー、雨量計がなくてもですねこういうところではこれぐらいの強さの雨降ってるっていうのが分かるよということなんです。で降水短時間予報といいううううのはです、ね、こういうふうにしっかりとで,す、ね、できた 観測したちゃんとこう観測した値をもとにこれをスタートにしてさらに数値予報を、うん、使って予報してるしっかりとしたね6時間先までですけどこんな細かく、えー、実況値を集めてそれで計算させてるんですよね6時間先まで。そういう予報が降水短時間予報なんです。 さらに、えー、先ほど言ったナウキャストですけれどもこれはあのレーダーの画像ですけれどもレーダーの画像を見ていただくとレーダー観測っていうねどこ降水の強度が分かるわけですよね面的に。プラスさっき言ったアメダスの観測で実際にどれぐらい雨降ってるのかっていうのがありますけれどもそういうのを加味して降水の強さの分布をまず分かる。プラスその降水域 降水って雨雨雲です雨雲とか雪雲降水域がどう発達傾向しての,の発達傾向にあるのかそれとも衰弱してってんのかなみたいなその傾向を把握してさらにその前1時間のその降水域がどんな風に動いてきたかどっちからどっちに動いてどのスピードでどんなスピードで移動してきたのかみたいなことをもとにそれがこの先60分。 1>, 1時間だけです1時間この移動の状態が変化しないというふうに仮定して降水の強さの分布を計算したものそれが降水ナウキャストというものなんですねだから、えー、数値予報をやってないんですけれどもあのより迅速な、ね、あのデータ迅速な情報として今ポツポツ降ってきたこのあと強くなるのかなって言ったらもうすぐこれを見れば。 うん、分かるとということなんですね、まあ、実際これ言葉だとちょっとよく分かりませんので、えー、もう一回ねあの見てみますけれども降水短時間予報っていうのはですねこうまず気象庁のホームページ行くとレーダーの画像が出てきますんでこれクリックするとレーダーの画像出てきます。で横のバーにですねここね解析雨量とか降水短時間予報ってありますそれクリックして出てきたのがこれ「解析雨量」になります。 だからこういうところ、これレーダーじゃないですよ。レーダーに似てますけれども、レーダーのあの電波をですよ。レーダーの降水強度をアメダスの観測で補正してできたやつです。で、まあじゃあちょっとね、雨雲が実際にあるところを見てみますけれども、これもう少し拡大することができます。こう拡大するとどうやらこの辺にね、あの新潟の山とか福島のねこの山のあたりに雲がどうやらかかって てるようですけれども、これが。六時間先まで動かしてみせるんですね。見れるんですね。一時間ごとです。今これ十五時半ってなってますけれども、例えば。十六時半、おっ、一時間後にこんなの消えてる。十七時半。十八時半、あ、なんかまた出てきた。十九時半。二十時半。二十一時半、あ、六時間後には消えてるとか。 こんなことです、ね、まああのね一概にこれがねあの絶対こうやって消えていくかって言ったらそうではないんですけれども特に山なんていうのはねあの難しいことではあるんですけれども大体のおおよそですねこのあとその降水域が発達していくのかとか雨の分布が広がっていくのかってねいつ雨が降り出しそうなのかっていうのを大体把握するにはこのぐらいの6時間の予報でいいということですね。これが降水短時間予報です でもう一個ここにねレーダーナウキャストって書いてあります。これ見ると初めにレーダーの画像が出てくるわけですね。<laughs> まあ残念ながらですね <laughs> すいません今目立った雨雲がないですね北海道を見てみます。 そうがかでこれが <laughs> これがこのあとどうなっていくのかっていうのをこれレーダーですからナウキャストっていうのは先ほど言ったように1時間先までしか分かりませんけれどもこの上の方にまたタブがあるわけですよ。これを5分,と5分後どうなるかっていうのをこうやって動かしていくんですね。 5分ずつです。で5分ずつで1時間先までしか分かりませんけれどもどうやらねこの辺の降水域全然動かないですよね。まあ風も <laughs> そんな強くなくってやまないのかなとかって分かるんですよ。だからこの辺でなんかイベントやってて雨が降ってきて じゃあこのあ雨どうなるのかなって見たときに今のようなうね1時間先まで動かしてみたら1時間先までは,や,はやみそうにないなっていうのを判断できるわけなんですね。まあ、これ一一例例でですす使い方の一例です <laughs> まあこういうふうにですねナウキャスト降水短時間予報とかナウキャストっていうのを見ることができます。でまあ,あの整理しますと短期予報で例えば今日の予報をチェックしましょうと。 予報で、えー、今日の予報をチェックしましまたそうするとどうやら書いてありますけれども、えー、曇り昼過ぎから雨とかって書いてありますよね曇りで昼過ぎからどうやら雨が降りそう確かに降水確率も上がってるよということがありましたと。でごめんなさいねこれ今日の予報って書いてありますけれど仮にこれが当日だった場合です当日だった場合。外出たら曇ってる 曇ってるけれどもじゃあ実際にこの昼過ぎ何時頃から降るのかで何時頃までは雨降らないでいられるのかっていうのは降水短時間予報で見てみましょうということになりますじゃあ実際にその日あのなんかこうイベント始まってじゃあ <laughs> 過ごしていたらですよ雨パラパラパラってね鼻に当たったとかあれ雨降ってきちゃったとしたら レーダー見ればいいんですレーダーダでどういうところに雨雲分布してるのかなって見てその雨がすぐ止むのかそれとも止まないのかっていうのを5分ごとに動かして降水ナウキャストで、えー、1時間先までですけれどもあの目先ちょっと調べてみるということができるわけです。こんなふうにですねあの天気予報っていうのは <laughs> いろんな特性がありまして。 適適材適所と言いますか、ね、使い方がそれぞれぞ異なるんですねだその予報時間に合わせて予報時間そのニーズに合わせてですねどういうことを知りたいのかということに合わせていろんな天気予報を利用していただければもっとねフルに活用してただでこういう情報が取れるわけですからもっと、えー、活かせるんじゃないかなというふうに思います。 次はですね、えー、実際にじゃあイベントがあった場合みたいな予報を使う例をですね、えー、ご紹介したいと思います。